何してるさ。あんだとはあんだ。いやだ。何持ってんの？何これ？この絵本は？あんたの趣味？しかも小汚いわね。ゴミ？どこで拾ってきたのよ。それ以前にこんなもんどうする気？ちなみに多分金払ってようやく引き取ってもらえるレベルじゃない？兄さん、だから兄さん、聞こえないわよ。何すんのよ。何マジになってんのさ。松さん。
待つぞ。本気で怒るとは思わなかった。それなら付き合うって。一人より二人の方がはかどるって。ピンポン。急いでるんちゃう？ほら、何探してるの？反省してるわ。だからあんまりそういうことしなくて。私だって人形じゃないんだ。いくら自分が悪いと傷つくさ。任せるさ。それは。大丈夫、絶対見つかるさ。割り切ったこと聞くなよ。わかった。もう一回、それ貸して。返す。覚えた。ちょっと待ってるさ。
30分以内にどうにかして。分かった。30分だけ待つ。それは内緒。とにかくあんたと私が30分探すよりよっぽど早いんだ。ちょっと我慢しなさい。あ、これね、あんたに付き合わされるお祭りって。行ったことないさ。何さ。あたし普通じゃないから。じゃあ今すぐ持ってきて。その時は分かってる。見つかったさ。まあまあ今から持ってくるさ。本が欲しかったら、その話はしないことってのはどう？誰にも大切なものがあるって、あんたそう言ったでしょ。私がそれをあんたに教えたら、まあ、とにかく気にしない。お待たせしました。喉が鉛玉くらったような顔してないで確認しなさいよ。すべて同じ似たのお申し付けでしたので、発行年月日、半数などもすべて同じにしてあります。
教授、大空寺さんの頼みですから。うむ。それは、ここだっていいじゃない、ちゃんと新品なんだしさ、夕飯なんか持ってくるわけないし。それでは。はい。それは、そんな必要ないって。全然、いやマジで。大した金じゃないってばさ。自分のものだっていう証拠が欲しい。わかる。はい、しかしレシートはお渡しできませんが。その私名義の領収書なものですから。いいえ、それでは失礼します。それはあの彼女へのプレゼント。あの彼女じゃないの。好きな女にプレゼントするからもらったままは嫌だったんじゃないの。そう。でも。さっきの例えは分かりやすかった。そういう気持ちは理解できる。あ、アニさん。
確かにそうね。気をつける。じゃあ正しいわね。任せるさ。高雪くん。だってもう面会時間終わりだから。今日は来てくれないと思ってたの。だって今日は茜も来てくれなかったんだもん。寂しかったの。
その手に持ってるの何？いいもの？え、なんだろう。嬉しい、嬉しい。ごめん、でも嬉しい、嬉しい。ありがとう、高雪くん。ずっと大切にするね。そんなことしないよ。だって高雪くんにもらった最初のプレゼントなんだもん。だって緩むよ。ひどい。あ、でもダメ、笑っちゃう。
どうしたの？絵本って不思議でしょ？でもね、懐かしいって思える本は実はあんまり多くないんだ。ほら、そういう感情はその人が過ごしてきた環境の影響ってあるじゃない？だからね、そう思える本に出会えるとすごく嬉しいの。だからきっとこの本は孝之君を待っていたんじゃないかな。うん、ずっとこうして見てもらうのを。初めてなのに懐かしい、新しいのに懐かしい。私変かな？ひどいよ、茶化さないで。また明日。話し声がするから誰かと思えば、やっぱりね。とっくに面会時間終わってるのよ。じゃ、今は知ってるってことよね。ここ、一応病院なんだけど。すみません。どうして鈴宮さんが謝るの？この本、ずっと私が欲しがっていたから。
なるほど、それで絵本か。だから星野さんも絵本なんか持っていたのね。そうです。まあそれは別にいいけど、残念ながらお楽しみはまた明日よ。それじゃ、また明日ね。はい。まったく。まあ、おかしいとは思ったのよね。あなたが姿を現さないから。本当に面会時間過ぎてあそこにいるとは思わなかったけど。彼女喜んだでしょ。あなたも楽しかった？それじゃあ、その喜びをバネに、明日からまた頑張りなさい。それじゃあね。懐かしいなぁと思って。
これどうして？これ絵本だよね。古いものみたいだけど、どうしたの？初めて見る。あの日、別に。高行さ、覚えてる？あの日、私と会った時のこと。あの時さ、高行この本持ってたんだね。嬉しそうに両手で掲げてさ。そっか。これ持ってたんだ。どうして、これ、こんな風に？ごめん。うん、別に。
これ、はるかが欲しがってたんだよね。高幸、それ、新しいの探してきてあげたんでしょ？はるかに。なんとも、思わないわけ。その絵本は、高幸と遥かをつなぐものじゃないの？時間を超えてさ、つないじゃうんじゃないの？本当に思わなかったの？